こんばんは。こんばんは。なんかあれやな。どれかな。はい、こんばんは。来てくださってありがとうございます。こんばんは。こんばんは。すみません、1分2分遅れちゃいました。すみません。待っててくださってありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。あ、プレゼントありがとうございます。皆さんありがとうございます。前から見に来てくださってありがとうございます。ナイスもありがとうございます。皆さん待っててくださって、今日もお時間作ってくださってありがとうございます。元気です。皆さんも元気ですか？お仕事とかあった方お疲れ様です。手田さんありがとうございます。ニコニコさんありがとうございます。お城さんありがとうございます。マジック、すみません。マジックショーイベント、ありがとうございます。プレゼントしてくださってありがとうございます。これから元気になります。頑張りますね。はい。ありがとうございます。お猫さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。お仕事してきました。おめでとうございます。おめでとうございます。なんかいろいろごめんなさい。混じっちゃう。ごめんなさい。お疲れ様です。ありがとうございます。エアロケンさんありがとうございます。ヨシンさんありがとうございます。ごめんなさい。なんかいろいろと混じっちゃう。違う。お仕事おめでとうございますじゃない。ごめんなさい。お疲れ様です。はい。もうね、一気にあの目に情報が入ってきたから、あのいろいろと言いたいことが混ざってしまって。ごめんなさい、なんか今日ダメだな、いろいろと混ざっちゃう。はい。ありがとうございました。ダメだ、ごめんなさい。はい。うん、一回落ち着く。ごめんなさい。はい。混ざりすぎてる。で、今日ごめんなさい、いろいろと混ざっちゃうかもしれません。ありがとうございます。では、今日もよろしくお願いします。ナイスをしたよ、ありがとうございます。ミカワさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。OK。佐々木さん、ありがとうございます。では、今日もよろしくお願いします。やっていきます。まず、事務次第から歌わせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。深井さん、ありがとうございます。では、オリジナルキック自分次第から歌っていきます。よろしくお願いします。
ました。はい、ありがとうございました。オリジナル曲自分次第でした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチもありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。今日もお時間作って見に来てくださってありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。今日もいい感じに歌えております。犬くんさんありがとうございます。皆さんプレゼント応援してくださってありがとうございます。プレゼントナイスもありがとうございます。はい、ありがとうございます。なてちさんありがとうございます。ひろみちさんありがとうございます。大丈夫です、全然疲れてないです、むしろ元気ですはい、大丈夫です、ありがとうございますね、ご心配ありがとうございます。今鬼滅の刃やってるんですね。あ、そっか、そうですね、土日ですもんね。そうですね。内田さんありがとうございます。全然元気です、大丈夫です、ありがとうございます。今日は動画のため撮りとかしてました。はい、 YouTube にアップするようなカバー動画のため撮りとかしてました。宗次郎さんありがとうございます。そう、体重はね、なんかあんまり強くなかったんですよね、多分あの内側だから、陸側だからあんまりだったと思うんですけど、すぐに終わりましたね。やっぱり過ぎ去った後はよく晴れて、台風皆さんは大丈夫でした？徳明さんありがとうございます、ありがとうございます。あ、ずっと雨でした？大丈夫ですか？一日中雨ですよね。ねえ、すごかったですか？大丈夫でしたか？よかったです。ね、私の方もすぐに晴れてきて、もう一瞬すごかったかなって感じでしたが、そう、頼りね、なんか以前のずっと結構前の豪雨の方がなんかすごかったですよね。はい、あれかもしれないけど、あの私愛知の方だから、多分あのなんていうんだろう、九州側の方の方がひどかったかもしれませんが、伊藤さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。結構ひどかったところの地域の方もいらっしゃいますね。はい、あら、ありがとうございます。イベントありがとうございます。あれ、気づいたら18、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、私の方はあまりひどくなかったからそうかもしれませんが、ね、あのこの前の雷がひどかった時期の方がすごかったなって思うんですが、ね、あのひどかった地域の方もいらっしゃいますよね。大丈夫ですか？皆さん大丈夫そうでよかったです。これから、ね、まだ台風の時期になってくるので、ね、いろいろと被害とか気をつけましょう。はい、ありがとうございます。そらいろさんありがとうございます。ぬなひちゃんさんありがとうございます。ぬくんさんありがとうございます。とっちーさんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。みなさんありがとうございます。そう、全国の方がね、いろんな地域の方が見てくださってるので、そう、一瞬で全国分かるぐらいのなんか天気が分かる感じですよね。はい、ありがとうございます。では今日も歌わせていただきます雨の日に聴きたい曲、虹色、いいですね。はい、彩香さん虹色とかいいですね。皆さんありがとうございます。その歌う前にあのお話しさせていただきたいことがありまして、リクエストありがとうございます。歌う前にお話しさせていただきたいことがありまして、
そう、まずイベントの方最近そのなんて言うんだろう、イベントってなんて言うんだろう、皆さんに多分皆さんの中でも同じになってると、ごめんなさい、今からの言い方がちょっとダメだったりしたら申し訳ないです。全然違います。配信のことについてです。だから新しいこととか何かお知らせとかじゃないんですけれども、配信のことについてで、最近とか私たくさんふわっちのイベントを参加させてたくさんいただいている中で、皆さんにたくさん応援していただいて、その中でいろいろとご迷惑もおかけしてしまっている部分もありまして、本当に申し訳ないです。いつも応援ありがとうございます。で、今イベントたくさんやらせていただいてることに関してはいろいろまだお伝えできない部分もこともあって、ただいろいろとイベントやってることに対しては理由があってまだ言えないんですけれども、はい、あるので今たくさんイベント参加させていただいております。なのでこれからもイベントをたくさん参加させていただくと思いますが、よかったら応援よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。はい、というお話が一個と、はい、一つと、あとありがとうございます、こちらお会いします、ありがとうございます。で、もう一つもそのふわっちに関することなのですが、ね、皆さんいろいろと本当ご意見ありがとうございます。今アーカイブふわっちのアーカイブはあと YouTube に、すみません、いろいろと話がまとまらなくてごたごたになってしまうのですが、ふわっちのアーカイブはYouTube に上げさせていただいている形なんですが、だと思いますが、このイベントとかふわっちのやる回数が多くなってきていて、いろいろとアーカイブのアップが間に合わなくなってきて、いるので、今は1ヶ月、2ヶ月前のになってしたりしますよね。で、それでも皆さんが、それだとアーカイブじゃないから、ではないっていう、そう、アーカイブではないっていう、今はそういう状況になってしまっているので、ね、いろいろとそう、皆さんのご意見もすごく分かりますし、いろいろと噛み合わない部分というかあると思うので、これからはその皆さんの気持ちもすごく分かるので、これからはその最近のアーカイブと並行してできる限り昔のアーカイブもアップしていきながら並行しながらやっていきますので、これからも見ていただけると嬉しいなと思いますね。本当に皆さんいつもねご意見いただけるのはすごくねありがたいのでありがとうございますね。いろんないろいろと試行錯誤しながら頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、みんな言い方が悪かったりとかなんか不快に思われてたりしたら申し訳ないです。でも全然大丈夫ですのでご意見ありがとうございますね。皆様ありがとうございます。はい、というお話でした。ありがとうございます。ありがとうございますというお話でした。すみません、長々となんか結構まとまらない感じでお話になってしまってすみません。はい、というお話でした。これからも応援よろしくお願いします。いろいろ頑張る方向が違ってたり方向が違ってたりすることがあるかもしれませんがね、いろいろと頑張っていきますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。スライラさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。ありが
とうございます。100コンボありがとうございます。ありがとうございます。伝わりました？よかったです。すみません、こんなんか伝わりにくい部分もあったかもしれませんが、よかったです。ありがとうございます。はい、では歌わせていただきます。すみません、スタートが遅くなってしまいましたが、歌わせていただきます。よろしくお願いします。はいありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。では出していただき、たくさんありがとうございます。私がついてきてない、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントで応援してくださってありがとうございますでは初めは明るい曲から始めていこうかなと思いますか。はよし、生き物係さんの気まぐれロマンティックのを見ました。ファーストテイクね、あの懐かしいなというか、吹奏楽部に入ってた時にあのピッコロで吹いてたので、演奏してたので、あすごく懐かしいなって思いました。世代というかその時ではないんですが、懐かしいなと思いました。はい、では彩香さんのその曲も久しぶりに聴いて歌いたいなと思ったので曲動画撮ったんですよ。はい、まず彩香さんの虹色から歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。なんか声綺麗ですね。水田さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。これね、1個は言っちゃった1個は言っちゃった、あの他はお楽しみに、1個は言っちゃった、ごめんなさい、1個は言っちゃった、大事ね、1個だけ。はい、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。あ、なんか気づいたら13位、ありがとうございます。ありがとうございます。1個だけね、1個だけ、あの1個だけ、はい、楽しみに。ありがとうございます。では、彩香さんの虹色を歌わせていただきます。よろしくお願いします。これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ。虹色の ありがとうございました。なんか晴れた雰囲気がね、感じられますよね。リクエストありがとうございました。はい、ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。イベントのアイテムで応援してくださってありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。152コンボもありがとうございます。宝次郎さん、伊手田さん、ありがとうございます。
読めてない方申し訳ないです。歌ってる途中もプレゼントたくさんくださってありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。やめ猫さんありがとうございます。猫猫さん定期ありがとうございます。皆さんありがとうございます。よし、続いて返していただきます。ありがとうございます。空色さん、清正さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ぬくんさん、ありがとうございます。天平の歌いいですね。まばたきもいいですね。愛を込めて花束をですね。さよなら夏の日もいいですね。と迷っちゃう。リサさんの裸足のステップ聞きました。シンデレラなんだっけ、プロミスシンデレラの主題歌なんですよね。来ました。あの初めて聞いたんですが、ドラマ見てないのでね、いい曲でした。リサさんの裸足のステップっていう、私もそう、あのドラマ見たことないので、 でもすごく、あの前最終回だったんですよね。あともう一つドラマが箱詰めもそうですよね。はい、そう以前からリクエストいただいてて、そう聞きました。リクエストありがとうございます。箱詰めもそうなんですよね。箱詰めも最終回で終わってしまったんですよね。すみません、本当ドラマ疎くて申し訳ない。曲は聞きました。曲、あのミレイさんのですよね。ミレイさんの英語だからちょっと読み方が言えないですが、のすごくいい曲だなと思って、またちょっと終わってしまったのですが、歌わせていただきたいなと思いました。ありがとうございます。いろいろリクエスト教えてくださってありがとうございます。よし、ありがとうございます。池田さんありがとうございます。あのこれバラのすごい、ありがとうございます。よし、歌っていきたいと思います。大正ロマン最近 MV 出ましたよね。ストーリーがすごく分かって、聞いてても見てても面白いですよね。いいですよね。はい、どうしよう、どうしよう、歌っていこうと思うんですが、ありがとうございます。そのリクエスト、すみません、読んだは読んだけど何でしたっけ。ありがとうございます。伊藤さんありがとうございます。たくさん皆さんありがとうございます。そう、気まぐれロマンティックもそう話し出したので、ワンコーラスだけ歌わせていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。とりあえず、気まぐれロマンティック、あの生き物がかりさんの気まぐれロマンティック歌わせていただきます。すいません、リクエストではないのですが、はい、いけます。 1,2 ロマンティック、恋のあてなは嵐でどこかへ飛んでいた。Oh,
島の係さんの気まぐれロマンティックでした。ファーストテイクで久しぶりに聴いてすごく歌いたくなったので。ね、可愛らしい明るい曲ですよね。はい、すごく歌ってるだけでも聴いてるだけでもすごく明るい気持ちになってくる。気まぐれロマンティックでした。気まぐれ係さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、なんかちょっとくるくるありますね。あー、ごめんなさい。なんかすごくすごい勢いがすごい。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。伊沢さん、ごくんありがとうございます。皆さんありがとうございます。さんパチパチありがとうございます。ナイスもたくさんありがとうございます。ちょっとありますね、ぐるぐる立てる途中あった。大丈夫でした、大丈夫ですか。マサデウさんありがとうございます。ライロさんありがとうございます。カラテツさんありがとうございます。佐々木さんありがとうございます。ジュラサクラさんのスープいいですね。ルイチありがとうございます。ありがとうございます。はい、入り直しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジュイチありがとうございます。はい、虹色の戦争ですね。虹色の戦争、ユーリさん、その夏音は新曲でしたよね、確か。まだ聞いたことはありませんが、新曲でしたよね。おすすめ2枚出てきました。聞いてみますね。よし、あと10分です。早い。259コンボもありがとうございます。はい、すぐ10位です。早くない？早くない？ありがとうございます。あ、夏ねって読むんだ、ごめんなさい、失礼しました。夏ねなんね。愛子さんのセプテンバーさんは初めて聞きました。たくさんの方が9月の曲ね、歌われてますよね。9月の曲っていいですよね。ございます。はい、ありがとうございます。ももかさん、メイク素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。あまりやりすぎないように頑張りました。ただ今研究中です。いい感じかな。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。天秤の歌と、天秤の歌を出していただこうかなと思います。天秤の歌と虹色の戦争、愛を込めて花束を。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、椿さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。森川さんありがとうございます。皆さん提起ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。天秤の歌出していただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。佐々木さんありがとうございます。では皆さん、天秤の天秤猫の歌出していただきます。10位、ありがとうございます。勢いが、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。私が追いつけてない、なんかすみません、気持ち、あれけなんでなんかすみません、私がありがとうございますって言おうとしたら、なかなか皆さん口と気持ちと順位が追いついてない。ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。ありがとうございます。では、井上園子さんの
天平の歌歌わせていただきます。よろしくお願いします。1番までしかこれちゃんと歌えないな。ごめんなさい、どっちも混ざっちゃう。ごめんなさい、本当すみません。違うよね、絶対違う。ありがとうございました。はい、何回も何回も毎回混じってしまってすみません。はい、ありがとうございました。よし、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、リクエストありがとうございました。すみません、混ぜてしまってちゃんと歌えなくてすみません。リクエストありがとうございました。ついてるってことはいいですよね。わかる、わかる、ついてるって。ありがとうございます。井上すの子さんと、ミセスグリーンアップルさんの天秤の歌でした。ありがとうございました。ありがとうございます。大次郎さん、本若さん、伊手田さん、皆さんありがとうございます。犬くんさん、ありがとうございます。空色さん、ありがとうございます。420コンボもありがとうございます。はい、8、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゆうくんさん、ありがとうございます。間違えた、くんさんじゃないね、ごめんなさい、失礼しました。メガホン、ありがとうございます。くんさん、ありがとうございます。ななしちゃんさん、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。 OK、 最後かな、カバー最後になるかなと思います。日記昨日、そう、あ、まだ書いてないです。今日から書きます。昨日書こうと思って、でもいろいろとあの
寝る準備とかしてたらすごい1時とか遅い時間になってしまったので書く前に寝てしまいました。書こうと思ってたんだけど昨日からは書けませんでした。今日から頑張ってみます。感性を高めようと思います。はい、うんうん、はい、そう寝ちゃったんです。いろいろそうしてたら1時になってしまいました。はい、頑張ります。初日からやらかしております。これは行く先不安ですが、まあ頑張ります。ちょこちょこ。ワクチンお疲れ様です。体調お気をつけください。ねえ、はいね、大いに不安ですねこれは。まあ大丈夫です。はい、あと1曲出していただきます。ヒーローさんありがとうございます。あ、毎日日記、あ、皆さん見ます？あげます？なんか一部書いて載せれそうなところは載せてみようかなと思います。あ、6位ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。いいね、見て、幼少期の頃の写真と日記をあげれたらあげてみようかなと思います。あ、載せれるところだけ、ね、載せれるところ、全然秘密とかじゃないので日記、ただ感性高めるためにその日思ったこととかなんか書くといいよみたいなあったので、そう全然大丈夫です。あげれたらにしますね。あげれたら、あげれたらにします。はい、あげないかもしれないけどあげれたらにします。はい、ありがとうございます。あと1曲しましょう。イヤロケイさんありがとうございます。ヒーローさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、どうしようかな。そう、初日坊主だからすごく不安ですね。スープ、空も飛べるはず、セーラームーン、飛んじゃった。セーラームーン、セーネルさんのビリーブ、ムーンライト伝説が多い。ごめんね、じゃなくて、メロン、かなで、かえで、かえで、忘れな、いいですね。例えば今君がその瞳濡らしてたとしても、呼ぶ声はもう。ごい、ありがとうございます。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 ね、私がいろいろと舞い上がってるっていうか、なんか気持ちがいろいろとテンパってしまっていて落ち着きますね。はい、どうしよう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 。楓スピッツさんの楓歌わせていただき、ああ、虹色の戦争もそうでしたね。あ、虹、今日は楓にしようと思います。すみません、虹色の戦争また歌わせていただきますね。また忘れてたらすみません。はい、秋ももうすぐ終わっちゃうのでね、秋の歌も今しか歌えない、今しかっていうかまた来年も来るけど、はい、たくさん秋の歌聴いて鑑賞に浸るのもいいかもしれない。ありがとうございます。はい、ではスピッツさんの回で歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。
ね、ほんと進行がすみません。忘れはしないよ、時が流れても、いたずらなやりとりや心の土下さえも、君が笑えばもう楓でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ありがとうございます。では今日はカバーここまでにさせていただきたいと思います。たくさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当たくさん応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。イベント応援ありがとうございます。泣いちゃうな。ありがとうございます。目が、あれなんて言うんだろう、これにねえねえ、ありがとうございます、ね、泣いていただけるほどね、すごく光切ってくださってありがとうございます。皆さんありがとうございます。高橋さんありがとうございます。カノンさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。池田さんたくさんありがとうございます。皆さんありがとうございますはい、ありがとうございます。森川さん、ソレイロさんありがとうございます。ミラさんありがとうございます。ネコゴマさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。星野さんありがとうございます。手田さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。ではオリジナル曲入らせていただきます。ナイスボ163個もありがとうございます。では
思って時間作ってみてくださってありがとうございます。ではオリジナル曲入らせていただきます。よろしくお願いします。よし。変なところに入った。はい。また、じゃあ、何、必ず続けるから歌わせていただきます。よろしくお願いします。すいません。よいしょ。時間が過ぎすぎてる。よいしょ。歌わせていただきます。いきます。テレビ朝日さんの高津の主題歌、必ず続けるからいきます。いきます。一、二、五つの声が一つになって涙が止まらなかった不思議な経験したんだ。の取材か叶え続けるようでした。ありがとうございました。ごめんなさい、肝心な歌へのところでってなっちゃった。ごめんなさい。ありがとうございます。一緒に歌ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、テレビ朝日さんの高津はアメバ TV で、配信されていました番組です。MV が YouTube にありますのでぜひぜひ見てみてください。各種サブスクでも配信し、各種サブスクでも、ダウンロードしていただけますので、ぜひぜひダウンロードよろしくお願いします。ダウンロードしてくださってる皆さん、ありがとうございます。ごめんね、今日すごくカミカミ、ごめんなさい。ダメだね。喋りがちょっと今日ダメダメだ。はい、ありがとうございます。代わりに、ありがとうございます。はじめの、歌へのところでなんか、なんだろうね、どなたかのあの歌映画なんかすごくあのなんかハニャーみたいな感じの歌映画でなんかそれがすごくあのツボに入りそうになってすごく初めこらえてました。はい、そうあれがすごくあのすごくツボに入りそうになって、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、なりましたね。ねえ、ハニャは面白いなと思いました。ねえ、いや全然ね大丈夫ですね、笑います。普通にあの壺に入れそうになって危なかった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、4位ありがとうございます。ありがとうございます。すごくあのこんな短時間であのすごく初め何位だったっけ、40何位でしたよね。ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして私と私歌わせていただきます。よろしくお願いします。すごい、ありがとうございます。すごいね、ありがとうございます。はい、
では続きまして私と私出していただきます。いきます。私と私でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。よくさんありがとうございます。ひよさんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。あいらさんありがとうございます。元気もらった、よかったです。はい、この曲はお部屋探しの賃貸さんとのもやもやソングです。少しでも皆さんの日常でお会いになっていたら嬉しいなと思います。いつも聞いてくださってありがとうございます。MV が YouTube にありますので、テレビ朝日さんの YouTube チャンネル、賃貸さんの YouTube チャンネルで見てみていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。各種サブスクでもダウンロードしていただけますので、ぜひダウンロードよろしくお願いします。すでにダウンロードしてくださっている皆さんありがとうございます。はい、あと六本木の賃貸さんの大型ビジョンにもこの曲の MV 流していただいておりますので、ぜひぜひ行ってみて、あ、ぜひぜひは言えないけど今の状況だと、もし用事とかでお近く行かれる時ありましたら見てみてください。見に行ってくださった皆さん本当にありがとうございます。
はい、ラジコ、自分間違えた、ラジオ賃貸さんのラジオでラジオ CM ソングとしても使用していただいております。私と私、ラジコというアプリをインストールしていただいて、チェックの方よろしくお願いします。ありがとうございます。毎日聞いてます。ありがとうございます。はい、こんばんは。最後までだけ来れました。ありがとうございます。先ほど来てくださった皆さん、今来てくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、最後オリジナル曲歌わせていただいて終わろうと思います。ありがとうございます。はい、よし、今日は好きな自分が好きと、あれ、あれね、多いですね。はい、あれの後全部ありがとうございます。うん、あ、自分次第、あ、それでもいいかもしれない、自分次第かもしれない。どうしよう、どうしよう。僕の後悔最近歌いましたっけ。あなたが好きで自分が好きかな。今日、次回が僕の後悔にしようかなと思います。あ、締めが自分次第でもいいかもしれない、好きな自分が好き歌わせていただいて、今日は終わろうかなと思います。今日はちょっと20分までで終わらせていただきたかったので、すみません、1番だけで歌わせていただきます。よろしくお願いします。すみません。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、お時間作ってみてくださってありがとうございます。リクエスト全部ありがとうございます。嬉しいです。どこ行った、どこ行った、どこ行っちゃった。もう一回整理しなあかんな。カシメモがありすぎて埋もれちゃう。よしよ、ねえねえ、少々お待ちください。あった、はい、ありました。 OK、 OK。 では、あなたが好きな自分が好き歌わせていただいて終わろうと思います。よろしくお願いします。
ちょっと難関でした。ありがとうございました。オリジナル曲あなたが好きな自分が好きでした。聴きたいと思ってくださってありがとうございます。なぜかね、この曲いつもねリクエストが、その数で数えるといつも多くリクエストいただく曲ですよね。あのね、聴きたいと思ってくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと照れたありがとうございます。では今日はここまでで終わろうと思います。1時間お付き合いくださって本当にありがとうございました。お時間作ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。イベントたくさん応援ありがとうございます。まさかあの今日の1時間で4位まで終わらせていただけるとはあのね思いませんでしたのでね、無理しております。ありがとうございます。たくさん応援ありがとうございます。見てくださっただけでもありがたいです、ね、ありがとうございます。いいねも191個もありがとうございます。たくさん温かいコメントありがとうございました。では今日はここまでで終わろうと思います。今日はありがとうございました。明日は YouTube ライブでお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。